こんにちは、リラです。今回の動画は期末試験から解放された後の遊び Vlog です。仲良くしていただいている先輩との陶芸とタイ料理デートです。まずは準備しているところから始めたいと思います。その間に少し今学期の振り返りをしたいと思います。今学期は5つコースを取ったんですけど、どれも興味深くて勉強していて楽しかったです。中でも映画学と健康社会学の授業がお気に入りでした。教授の説明の仕方とか授業の雰囲気とか、あのクラスメートとかみんながとてもいい人たちばっかりで、この授業を取ってよかったなって思いました。Doors to open on the left.状況説明入りますね。まず45分ぐらい歩いて近くの駅に入って、そしてそこから電車で陶芸屋さんまで向かうっていうプランだったんですけど、反対方向に歩いてたことをレズリー駅に着くまでお互い分かってなかったんです。で、私が見えるはずのないイケアが見えて、あれ本当は反対方向に歩いてるんじゃねってなって、慌ててレズリー駅に入ったはいいものの、結局乗った電車もまた反対方向で、もっといたレズリー駅に戻ってくるっていう おバカなミスを二人でして大爆笑してるというシーンでございます。えい、かわいい。チアーズ。やべ。